岡山県に隣接する福山市大門町で先月25日に開業したのがホテル R9 ・ザ・ヤード福山ですずらりと並んだコンテナドアを開けると中は客室となっています34ある建築用コンテナを活用したホテルの客室は広さがおよそ13平方メートルトイレやユニットバス、家電も備え付けられているほか コインランドリーも利用できます。施設を5年前から全国に順次展開しているのが建築や不動産事業などを手掛ける千葉県の会社デベロップです。きっかけは東日本大震災でした。災害の時に一番困ってる人たちがやっぱりその空間のなさにあの苦しんでるっていうのを見て、何とかできないかなというふうに思ったのがまずその早期のきっかけの一つではあるんですけども。 車輪もついている動くコンテナは被災地などに移設することもできます災害時の避難所などとして活用できるようにと福山市はデベロップと協定を結びました移動式宿泊施設の提供に関する協定は県内の自治体では初めてだということです災害は予測のつかない あの課題を我々に突然突きつけてくると、いろいろな使い道があると思って期待をしています。デベロップは全国113の市や町と協定を結んでいて、新型コロナ対応ではコンテナホテル延べ147室を提供してきました。平時はビジネスホテルとして、有事はレスキューホテルとして使えないかなと、一番にですね地元の方のためにあのお仕事をお手伝いさせていただければというふうに思ってます。 二刀流ともいえる新しい形のホテル宿泊料金はダブルルーム1泊で1名利用6200円から2名利用で8700円からとなっています。